ボンリキ国際空港イングリッシュハーバーキリバスの交通ではキリバスの交通について解説する。ギルバート諸島からはバナバ島を除き小型機が2社就航する。商船は不定期にライン諸島、キリスイマスイ島、タブアイラン島、テライナ島を結び、途中でフェニックス諸島に立ち寄る。鉄道はなく、 幹線道路の総延長は1996年推計で 670km である。舗装率は不明であるが2001年時点で首都南タラワは 27km の舗装路が整備されている。水上交通についてはライン諸島に小さな運河が 5km ある。主要港湾はバナバ、ベティオ、イングリッシュハーバー、関東の4つで キリマス船籍の大型商船は一隻在籍する。この商船は客船兼貨物船で無積載で1295トンある。空港は2001年現在21港ある。滑走路が舗装されているものは4港で、いずれも1524から2437メートル級である。主要港はボンリキ国際空港である。 未舗装滑走路を持つのは17校で914から1523メートル級が12校、914メートル未満が4校となる。ありがとうございます。